ええ、こちらこそ。まあ、わかんないことをまたいろいろとね、聞いてください。だから苦手意識がね、なくなってくるとさ、なんかあれって感じで、ちょっと注射したくなってくるでしょう。でもね、これからやっていくと、絶対に壁にはぶち当たる。今のできるような段階ってさ、自分が止めれる場所、今できるところで選んでるから、そのレベル1とかさ、で止めれるところとか、あと直角バックができるところっていう、自分が今止めれるところっていうので、その注射をしてると思うんだけど、これがもうちょっと止めれるようになってくるなっていう気になってくるとさ、止めたい、お店とかに用事がある、空いてる止めたいとこ、だから皆さんが止めようとしてるとこ、そういうところに今後止めるようになってくると、かなり状況として難しくなってくるので、そうなってきたところで、一回壁に当たるから、そこら辺がこれからの課題かな。まあ流れだけ覚えといてくれればさ、全然いいかなと思うよ。あとはどういう状況になっても焦らないことね。絶対に車の運転は焦ってろくなことがないので、どういう状況においても焦らないように、もう待たせてもいいぐらいな感じじゃないと、焦ってね、ろくなことはないからね。そこだけ気をつけて、ちょっとね、やってみてください。まあ質問があれば、ビシビシしてあげてください。